こんばんは。どうも。こんばんは。バラ、ありがとうございます。今日は花柄のお洋服を着てます。ちょっと珍しい、なんかさ、なんていうの？なんかベトナムとかで売ってそうな服、行ったことないけどベトナムそんな感じの、初夏に買ったんですけど全然着てなくて、ていうかなんか結構タイトな服だからあんまお外で着れなくて、ちょっと部屋着にしちゃった。とりあえずよいしょよいしょよいしょ。あんがきんちゃん頑張った、ありがとうございます。頑張ったあ、でもありがとうございます。そう、完売が1個増えてたの、お話し会本当にありがとう、めっちゃ嬉しい感謝しかないです本当にね。楽しみ。ちょっとさ、今回の握手会お話し会さ、なんかサプライズしたいね、サプライズでできることといったらやっぱサイン当たった方とかにさ、なんかメッセージカードとかもそうだし、あとはなんかコスプレ、まあコスプレ好み分かれると思いますけど、とかファッションとか、まあ、髪型とか、まあアレンジしないからさ、いつもだからそういうのできたらいいな。ハートもありがとう。ケイさんもリスありがとうございます、嬉しい、ありがとう。乾杯おめでとう、ありがとう、本当にありがとうしか言えない2個完売でもね、あと2つが残りわずかまで、もう少しだったんだけど、私のえリア、どうしようでも普通にあの後から撮るっていうのはちょっとあんまりおすすめしない、今撮ってほしいっていう気持ちです。特に残りわずかまで、あと少しの日は、でもみんなは知らないんだよね、残りわずかまであと少しの日程、いつかでもこの日は絶対マストでっていう日があるんだけど、どうしようか。トミーさんめっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい、今日もありがとうございます。ちょっと私昨日配信したよね、昨日よりちょっと元気な気がする、嬉しいトビンさんありがとう。てか外からめっちゃ音楽聞こえる、あれかな、爆音で音楽流してる車かな。おやまつさんいいね、ありがとう、いいね、何がお話し会それとも今日の私、両方ありがとうございます。めっちゃ音楽聞こえない、外から。だるまもありがとう、素敵なお洋服ですね、かわいいよね、かわいいんだけどなんかね一回も着てなかったのこの服で、今日ね違う洋服で外出てたんだけど、あの着替えました。そう、実は今日は岡田と会ってて、そう一日じゃなくて普通に夜ちょっと夜ご飯食べたんですけど、そうなんかやっぱ同期といる時間幸せだね急遽呼んじゃった、急遽。あ、そうしんさんも花束ありがとう、お花ありがとう、嬉しい。ファイトもありがとう。どっちもオンラインの3部なんだっけ、本当に違う、あ違う、さえあめっちゃ覚えやすいわ、最初の日程の最初、一番最初の部と一番最後の日程の最後の部がもう残り少ないみたいで、あのどっちもおすすめですねはい、なんか後から撮ろうって思ったら撮れなくなるみたいな現象が起こりえないので、リアルに早めにお申し込みしていただくことをおすすめしたいでございます。はい、お疲れ、かわいい、ゆきんこさんもありがとう嬉しい。
かわいいもん、ありがとう。最近マツパに行ってないのでまつげがありません。まつげはあるんだけど、まつげ美容液ももう 2,3 ヶ月塗ってないからさ、まつげ短くなっちゃってしょうがないんだよね。じゃあ、ま、ちゃんとやんないと。まつげ美容液、今日は久々に湯船にでも浸かろうかなって思ってて、てかなんかキラキラしてますね。これが新しい仕様。そういえばアップデートしたわ。今思ったけど、私この配信する前ショールームアップデートした。最近オカリナちゃん率高いね。確かになんか同じ属性な気がするの、オカリナは。多分すごくなんかさ、似てなくても仲良くなったりすることってあるんだけど、オカリナは共感っていう意味でなんかね、似てるところが多い気がするから、そう、なんか自分が結構さ、インっていうかあんま喋んないタイプだから、結構喋ってくれる人と仲良くなりがちなんだけど、めっちゃなんかウェイって、なんか一人でもなんかウェイって感じの人と仲良くなることってか、来てもらったりしたらすごい嬉しいから仲良くなることが多いんだけど、オカリナは同じタイプ。でもなんかね、落ち着くんですよ。ちゃんとゆっくり話がしたい時とかはオカリナと話したくなる。かわいい、ありがとう、嬉しい。ハートもありがとうございます。最後を早め狙うね。狙って来てほしいから。あ、かすみんも紫のキノコありがとうございます。嬉しい、とっても。もうてか秋ですね。秋感じてる皆さん。私は結構感じてますよ秋。本とかは読んでないし、スポーツも特にしてないけど、なんか焼き芋のさ、アイスとかめっちゃ出てるじゃん。芋系、さつまいも系、めっちゃさつまいも系好きだからさ、アイスとかめっちゃ食べちゃってる。今日もアイス食べた。今日はアイス2回食べた。でもなんかいっぱい歩いたし、1万3000歩ぐらい歩いて、これから筋トレもちょっとだけするので、まあプラマイゼロかなって感じ。スタバはまだ飲んでないの。でもね、飲むよ。なんかスタバ、そう、飲む。すごく飲む。え、でも迷ったの。今日飲もうかめっちゃ迷ったんだけど、今日はちょっとまあなんか夜食べちゃうなって思ったから、ポテトフライも食べた今日は。そうだからね、スタバはやめました。飲みたかったんだけどね。まあでも来週ぐらい飲めたらいいなって言って、いつもさ期間限定終わっちゃうからさ、早く飲まないとね。意外といいなの。そう、なんか顔陽キャなのに違うよねって。第一印象と結構違う、風違うねって言われることめっちゃ多い。くんちゃん、くまありがとうございます。嬉しい、くまさん。くんちゃん元気ですか、ありがとう。きのことバラもありがとう。アイスありがとう、嬉しい。私の今のおすすめのアイスはなんだろう。でも最近結構アイス食べたんだよね。あのセブンイレブンに売ってるブルーベリーに、冷凍ブルーベリーにチョコレートがコーティングされたドールのやつかな、ドールのアイスだったか、ちょっとまあそこは確かじゃないんですけど、そのアイスがめっちゃ美味しい。あとシンプルにセブンのブルーベリー、冷凍ブルーベリーにハマってます。昨日も夜配信で食べたよね。そうで、まあ、あのあとね結構夜遅くまで起きてたの。カナブンが結局気になっちゃって、気になっちゃって眠れなくて、どうしようって思ってたら眠れなくてお腹空いてきちゃって、サラダチキンを夜中の2時半ぐらいに1個食べました。でもいいよね、サラダチキンぐらい。
ちゃんと塩分量も見た。てかね、ごめん、めっちゃマシンガントークみたいになってるんですけど、私今月ちょっとあのちゃんと節約しようって思って、節約というかなんかちゃんと自分がどれだけ使ってるかとか、なんか無駄な出費を取り除こうと思ってて、まあ、節約っていうのか。だからさ、飲み物買うでもさ、まあ家から持ってくとか、あとなんかコンビニ飯じゃなくて自炊したりとか、あとやっぱコンビニだと塩分取りすぎてむくみ体質だからめっちゃむくんじゃうからさ、やっぱさ自炊に越したことないなって思ったのと、あと飲み物とかもスーパーで買った方が安いじゃん、水とか。でもなんか結構自販とかで買いがちだし、あとさカフェで飲み物、あのそのスタバのチケットとかねあったらもう最高なんですけど、あの普通に現金で買う場合とかってさ意外とするじゃん、カフェでテイクアウトしたら。まあそういうのがね、飲みたい時もあるんだけど、でもなんかそういうのをできるだけ今月はやめにして、まあ、できるだけスーパーとかで飲み物買おうかなとか、そういう心がけです。あとはまあなんか電車賃はぶっちゃけそんな一駅二駅で変わんないけど、ね、歩ける距離は歩いて、まあ、無駄なね、だって秋服はほとんど買わない、秋服の概念がよくわかんないから、夏と冬しかほとんど買わないんだけど、秋はちょっと洋服もあまり見ずに見たら欲しくなっちゃうから、そうだからね、なんかそんな感じで、あとなんだろう、あと出前をしない、出前はやばいね本当に、チリツも本当気をつけますクマありがとう、ハロウィンのクマさん、ダイちゃんもありがとう、嬉しい。まことのすけさん結婚して休婚、ちょっと久しぶりじゃない、嬉しいすごくありがとう、嬉しい今日は居酒屋系でしたか。あ、そうかも、なんか焼き鳥食べました。でもね、なんかあんま高くなかったの。そう、2人で普通にちゃんと食べて3000円って安くないですか。3000いくら、3500円ぐらいかな。行く時もっと行っちゃうからさ、シルクスイートってお芋、あ、知ってます、食べたことはないかもしれないけどめっちゃ聞く、てかもう名前が甘そうだもんお芋っておいしいよね、アイス2個太らないのがあります。あ、ね、私さ本当食べるとき最近すごいそのなんか爆食の周期入っちゃったんだけど本当にやばいのアイス2個なんて序の口、アイス6個とかで、そっからもうてか覚えてないぐらい食べちゃうんですよスイッチが入ると。でもね、昨日ぐらいから戻したかな、ちゃんと、あ、一昨日か、一昨日から戻した。そうだから2日間めっちゃ食べちゃってた。結婚してありがとう、キャンドルもありがとう、ちょっとめっちゃさ時差生まれてた。結婚して休婚37日目ありがとう、きのこもありがとう、ありがとうございます。キャンドル、ハロウィンキャンドルみたいな、尊いありがとう、じいじいもありがとう、たかくもありがとう、たかありがとうございます嬉しい、喉が、めっちゃ喉鳴っちゃうんですよね、飲み物飲んだ後とか特に。深夜にウーバーイーツしちゃった、この間3年前のチキンとアイス2本と深夜に食べっ子動物1箱と、もうほんと覚えてないぐらい食べた、おにぎりと板チョコといやめっちゃ食べた、思い出したくないぐらい。
そう、たまにそういう日があるのよ。なんか1日だいたい1000カロリーか800カロリーから1000カロリーぐらいなんだけど、なんかね多分日々足りてないんだろうねだから爆発しちゃう日がたまにあって。焼き鳥何が好きですか？最近はあれですね、梅しそ、梅しその普通に鶏のヘルシーなやつが好きで、前はねつくねをすごい頼んでたんだけど、つくねって意外と脂質が入ってるなって思って、しかもつくね頼むってなったらチーズつくねがいいのだから、なんかならちょっと他でごまかそうって思ってそうヘルシーな胸肉みたいなやつ選びます。あとね最近梅にハマってるから結構梅しそとか頼んじゃう。バラありがとう。レディーボーデン一箱、レディーボーデンは懐かしい、なんかおばあちゃん家にあった。なんかね、いや普通のアイスだね、普通のなんか食べたい時に食べたいものが食べたいから当たり前なんだけど、なんかファミリーパックのじゃなくて普通のコンビニ行って食べたいものを選んで全部食べる。初見です、ありがとうございます。初見の方でもこれ本当に人によるんじゃないかな、でもそういう人いるんじゃないかな、普通にアイス6個とかいっちゃう。私のお兄ちゃんもそういうタイプなんだよね、目の前に食べ物があると食べちゃうから、食べ物置かないでくれって、食べ物をいっぱい渡さないでくれっていう感じなの。お土産とかも親が買ってきても、でも私もそういうタイプで、あとその人にお土産買うっていうのも、なんか最近その行ったんですよ地方に、お仕事だったんですけど、でお土産買おうかなって思ったんだけど、私本当に目の前に美味しそうなものがあるとスイッチが入った時に食べたくなっちゃうで、それを食べ始めるともう後が引けなくてスイッチ入っちゃって、もう本当やばくなっちゃうから、そうお土産も買えないんよね、それが怖くて。そうだからさ、買ってくると思ったって言われたんだけど、いやちょっと自分のスイッチ、なんかその爆食スイッチが入っちゃいそうでっつって、そう渡すまでにね。白い食べっ子動物はなくない？てか最近チーズの食べっ子動物出たよね、あれめっちゃ美味しかった。太りますよ。はじまさんもなんかハロウィンのクマさん、ありがとう、嬉しい。つくねはラーメンつけないの？え、なんかついてきたらつけるえ、ね待って、一個さ言いたいことがある、議論したい。すき焼きってさ生卵使うじゃないですか、その時に余った生卵ってどうする？でも私結構そのお肉に生卵めっちゃ浸したいタイプで、なんか生卵がそもそもめっちゃ好きなんですよ。だからその余った生卵を例えばその同期とかだったら全然なんか飲んじゃうのねマジドン引きされるんだけど、普通に飲んじゃうんですよ。先輩の前とかだときついんだけど、え、これってやばいですか？え、生卵が好きすぎて生卵だけで飲んでもいいと思ってるぐらい私は好きなの。でもあんまりこれ理解されなくて、あ、そうなんだとか、なんかマジかとかって言われちゃうからなんか理解してほしい、これはファンの方にだけでも皮も美味しいから、あ、皮美味しいよね、わかる。なんか大人になってから皮の美味しさに気づきました。でも逆にねレバーとかはね子供の頃の方が好きだったんだよね。あとなんかね魚の心臓とか目玉が好きだった、今も多分好きだと思うけど、あんま食べる機会なくなった。
アイスありがとう、嬉しい。食べ放題のお店とか食べ放題ね。あ、でもね、意外と大人になりましたよあのなんか朝食ビュッフェみたいなあるじゃないですか。そういうとこでも意外とコントロールできる。サラダ食べてタンパク質取ってフルーツ食べて終わりみたいな、そういうところでは意外とできるんだけど、なんかね家とかだとねスイッチ入っちゃうんですよ、爆食の。パピコはあんま食べない。もみじまんじゅうは私あれが好きだな、なんだっけ、生もみじまんじゅうみたいな、すごい皮がもちもちしてるやつがすごい好き。でも美味しいよね、わかる。もみじまんじゅういろんな味あるしね。なんかいろんな味あるとさ、うちもうほんと全部食べたくなっちゃう選べないで、選べなくて買わないってこと逆にあるもん。でもそういうのなんかマーケティングでありますよね。なんか種類がありすぎると逆に買わなくなるから3つぐらいにしとくみたいな、洗濯回避の法則だっけあー最後にご飯にかけて食べる派ね。なるほどね。ざるそばのつゆとかも最後飲みます。え、それはびっくり、それは飲まない、ごめんごめん、なんか生卵は飲むけど つゆは飲まない。それ塩分やばくないでもまあ好みだよね、もう本当に。ラーメンのつゆとか飲みますか皆さん。ラーメンはそんなになんか甘いものが好きだからあんま食べないんだけど、それも結構さ塩分とかすごかったりさ、カロリーの問題で飲む人飲まない人分かれるじゃん。どっちが多いんだろうね。ラーメンは本当に分かれそう。ロッキーって何？ロッキーって誰ですか？誰きなこありがとうございます、嬉しい。うん、今日大人の服でしょ。最近さうんちゃんとさパックして寝るようになったので、最近あそう今月は節約っていうのが目標と、美容をちゃんとするメイク落として寝るとかお風呂浸かるとか、最近パック新しくした。これなんかニキビができづらくなるんだって。きのこありがとう。あーそば湯ね、なるほど、その手があったか。今日そば茶飲んだ、めっちゃ美味しかった。なんかそば茶ラーメンのスープね、塩分、あ塩分気にする人そもそもラーメン食べない。いやごもっともかもしれないです、それは。うん私最近塩分取りすぎてるの。なんもうなんかさ、その自分で作ったご飯を食べないせいで、そう塩分過多になってた。むくみやすい、私は本当に
むくみ体質です。むくみってどうしたらいいんだろうね。ほんと困るよね、むくんじゃうのって。もう朝起きてむくんでた時本当に外出たくないって本気で思うから、あ、最近そうカッサというものをゲットしまして、ずっと欲しかったの実は。カッサ、カッサって結構さ10年前ぐらいに流行ったの知ってますか。なんか今でこそこういうさ顔のさちょっといい小顔ローラーとかありますけど、カッサは300円とかで買えるじゃん。多分こっちの方がなんかいいんじゃねって思って、持ってないんだけど小顔ローラーは。とりあえずカッサでここら辺の血流とかを流してちょっとでもすっきりするように。結構私ここにお肉がつきやすい。スリーコインズあるじゃん、スリーカッサが欲しくてスリーコインズに行ったらたまたまあって、でもなんかねローラーもセットだったから1000円だったんだけど、そうカッサだけ使ってる。めっちゃいいですよ。でもなんかねカッサって指のむくみとかも取ってくれるんだって。でちゃんとさこのくぼみがさこういうとこにもフィットするし、指にもフィットするし、手とかも結構なんか血流流すといいって、なんかメイクアップアーティストさんの小田切ヒロさんが言ってて YouTube でそうなんか最近さ YouTube をさこう垂れ流す、なんか映像も見ないで聞くのにハマってるの。なんか歯磨きたりしながら聞いてるんだけど、それなんかカッサはなんか全身に使えるって言ってて、めっちゃだから暇さえあれば全身血流流してるって言われてたので、私も真似しようと思ってちょっと流してます配信中にね。家系ラーメンって味が濃いやつ